上回れ上回れ、見えても反応できぬほど。僕とオールマイトの今までを否定されて黙ってられるか。僕はオールマイトの弟子なんだ。貴様がどこで何をしているか私には見えている。見れば見るほど貴様でなければならない理由が見当たらない。なんとも無様。気が抜けたか。気が抜けたわけじゃないです。オールマイトヒーロー活動10周年記念の非売品タペストリー踏むとこでした。まさか部屋のオールマイトたちを避けながらグラントリノのように跳ねていたのか。私の煽りに感情を揺さぶられつつも周囲と私への対策を考えていたと。採用だ。だが貴様を認めたわけではない。象徴なき今、誰がその力にふさわしいか現場で痛感してもらう。たとえ彼の意に反しようと。絶対にインターン初日に始めよう。ナイトアイ事務所に無事採用された翌日、僕はインターン初日を迎えた。業務はパトロール兼監視。ナイトアイ事務所は今シエ八斎会という小さなヴィラン団体、その若頭千咲という男を追っているとのこと。実際に星の敷地近辺を監視するのはサーたちで、俺たちは周辺区域のパトロール。大丈夫、いろいろ教えるよ。コスチュームをまとって街に出れば俺たちはヒーローだ。油断はするなよ。はい。あっと、ごめんね、痛かったよね。立てない？大丈夫？ダメじゃないか、ヒーローに迷惑かけちゃ。帰るぞエリ。うちの娘がすみませんね、ヒーロー。行かないって。シエ八斎会若頭千咲。嘘だろ。あの娘さん怯えてますけど。デク君、余計な勘繰りはよせ。明らかに詮索を嫌がってる。警戒が強まればますます尻尾を出さなくなる。無難にやり過ごすんだ。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。恥ずかしい話です。人目につくし、こちらに来てもらえますか？あのエリちゃん、待って。なんで？なんだ、もうダダは済んだのか。すみません、ご迷惑をおかけしました。ではお仕事頑張って。あの子、あんなに怯え。始めよう。さあ、すみません、事故りました。まさかあんな転校生と四つ角でばったりみたいな感じになるとは。あ、そうだ、怪我の巧妙というか新しい情報を得ましたよね。千咲には娘がいます。エリちゃんと呼ばれてました。手足に包帯を巻かれていました。とても怯えていた。何もわからないけど助けを求めてた。どうにか保護してあげられていたら。傲慢な考えをするんじゃない。ことをせいては子孫じる。助けたい時に助けられるほど貴様は特別じゃない。志だけで助けられるほど世の中甘くはない。大きなしこりを残して僕のインターン初日はあっという間に終わってしまった。あんなに怯えて震えてた僕は。
よろしくお願いします。気合い入れていきます。お、始めよう。俺はビッグスリーの天敷先輩に猛プッシュして、先輩のインターン先バットガム事務所でインターンをさせてもらえることになった。 BMI ヒーローバットガムや、よろしくな、レッドライオット君。最近チンピラやらチーナーやらのいざこざが多くてな、武闘派欲しかってん。レッドライオット君、適材やで。って噂をすれば、二人とも行くぜ。ヒーロー、ちくしょうついてね。せっかくこれから一旗あげようって時に一旦ばらけるぞ。させへん。兄貴たち、助けなきゃ。兄貴逃げろ。撃たれた。一体どこから。だが思ったより痛くない。逃がさない。タコで捕まえる。個性が発動できない。逃げんな。せめて仲間助ける姿勢貫けよ。人撃って自分だけ逃げるなんて男らしくねえよ。そっちは行き止まりだ。観念しろ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。せいせい堂々と行くぜ。カッツだ。ボッカボクだ。腕が鳴りまくるぜ。まっすぐ。ふっか。受けろ。一体は誰。ボッカボクだ。削り倒せ。ぶちかる。飛ばせ。めっちゃハイになってきたわ。で、やる。おいでぞ。カッツコツだ。打ち上げる。ボコボコやべえぞ。削りたけよ。兄貴、ウィー。はっ、これが男の生き様だ。アメージング、ニューストーリー。くんな、強くなりたかっただけやね。頼むよ、逃がしてよ。俺は力が欲しかっただけの哀れな人間や。泣いてもダメだ。逃がすことはできねえ。先輩を撃った。気持ちはよくわかるぜ。俺も昔は。てめえの話なんと知るかボケ。素直すぎやで。助かったわ。逃げる、逃げたる。捕まってたまるか。レッドライオット、遅なってすまんな。個性脂肪吸着。俺の体は何でも吸着し沈めるで。観念し、チンピラども。今回の騒ぎは無事収まったが、銃弾を受けたサンイーターはしばらく個性が使えなくなった。個性をブーストさせる薬はわかる。しかし、個性を使えなくする薬いうんは嫌な感じやな。ねえねえ、始めよう。うららかさんとつゆちゃんに私のインターン先の琉球事務所を紹介したの。それでね、今日はヴィラン同士の抗争を止めに来たんだよ。ねえねえ、なんで喧嘩するの。個性同じだから。変なの。なんだ、ぶっ飛ばそう。うららかさん、つゆちゃん、いくよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。行くよ。
ビビるが当てるよ、ちゃんと見てたよ。ラジオ避けられないよ。えい、ナイトアイからのチームアップ要請、指定ヴィラン団体シエ八斎会を調査する任務に就くことになった。グラントリノに愛沢始めよう。数日後、相沢先生、ロックロックをはじめとする有名ヒーローや桐島くんがいるファットガム事務所、うららかさんとつゆちゃんがいる琉球事務所、そして僕が所属しているナイトアイ事務所が参加する大規模な会議が行われた。それでは始めます。我々ナイトアイ事務所は数週間ほど前からシエ八斎会という指定ヴィラン団体の調査を進めていました。本日はシエ八斎会が何を企んでいるのか、知り得た情報の共有と協議を行わせていただきます。私のサイドキックが調査した結果、ここ1年で組織の拡大、集金を目的に動いていることが判明、ヴィラン連合との接触と組織間で何らかの争いがあったことを確認しました。八斎会は以前、不正薬物の裁きをしのぎの一つにしていた疑いがあるんや。そんで先日のレッドライオットデビュー戦、今までに見たことないもんが玉木に打ち込まれた。それが個性を壊す薬や。個性を壊すだと？その中身を調べた結果、人の血や細胞が入っとった。そして中間売買組織の一つと八斎会には交流があった。八斎会の若頭知崎の個性はオーバーホール、対象の分解修復が可能。そして知崎には娘がいて、当事務所の二人が遭遇した時は手足におびただしく包帯が巻かれていた。つまり娘の体を銃弾にしてさばいてんじゃねえってことだ。こいつらが子供保護してりゃ一発解決だったんじゃねえの？全て私の責任だ。二人を責めないでいただきたい。二人ともその子を助けようと行動した。今一番悔しいのは彼らです。少女の保護が私たちの目的になります。このヒーローだ。何がミリオンを救うルミリオン。一ついいですか。
どういう性能かは存じませんが、さあナイトアイ、未来を予知できるなら俺たちの行く末を見ればいいじゃないですか。このままでは少々合理性に欠ける。私の予知性能は1日1時間1人しか見ることができない。その1時間他人の生涯を記録したフィルムを見ると考えていただきたい。例えば皆さんの近い将来に死、ただ無慈悲な死が待っていたらどうします？死だって情報だろう。そうならねえための策を講じられるぜ。いいぜ、俺を見てみろ。いくらでも回避してやるよ。ダメだ、占いとは違う。回避できる確証はない。少女の居場所の特定、保護は可能な限り角度を高め早期解決を目指します。ご協力よろしくお願いします。これ始めよう。ナイトアイの調査によりエリちゃんの居場所が判明した。作戦決行日、多くのヒーローと警察がシエ八斎会の本拠地に集まった。警察の方が令状を読み上げたら私たちは速やかに突入となります。しかし皆さん、くれぐれも無茶だけは。何なんですか、朝から大人数で。感づかれたか。ここは琉球事務所の方々に任せ、先に入ります。私たちで対処するよ。ここだ、この下に隠し通路があった。もうすぐだ、急ぐぞ。行き止まり？いや、壁で塞いであるだけです。ただかなり厚い壁です。来られたら困るって言ってるようなもんだ。レッドガントレット、オールフルカウルシュートスタイル。進みましょう。なんじゃてめえ。デク、レッドライオット応戦するぞ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。席を打っておく。弾は蹴り上げて。テストだ、可能性の問題だ。うわ、なめとんのか、リバイタルか。格闘だ。うわ、機関さ、トロイ、このスタバよっしゃ、しばけ厳しくいくわ。無理もゲットだよ。俺と死んでしょうがねえ。叩き込んで疲れるだろうが、実に非合理。機関さ、ザキちゃんや、なめるなよ。腕が鳴るな。あかん、一芸だけじゃ。もう我慢できない。処理しよう、馬鹿の一つ覚えが。頼みよで叩き込む。やるぞ。思い上げてね。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。席を得ておく。ガトンや、なめとんねて。めんどくせえ、でかい的だな。めんどくせえ、トロイ、加減はできねえ。でかい的だな。機関さ、蹴り上げて格闘だ。面倒くせえ。諦めたか。可能性の問題だ。予想通りだ。トロイ、しょうがねえ。実に非合理。
こんな敵だけじゃ。おいしょせい。しょうがねえ。もう完璧かい。ゼリア。死ぬか。思い上げて。機関さん、トロイ、来た！蹴り上げて、格闘だ！テストだ、回避するな！うわ！諦めたか？可能性の問題だ。加減はできねえ。合理的に、甘いな！舐めり上げて！でかい的だな！やったるぞ、トロイ！もう我慢できへん。しょうがねえ。ふざけちゃや。実に非合理。でたらめやで。叩き込む。決断だ。浅はかだな。もう一回。うわ。団体的。疲れるだろうが。処理しよう。もう一度。せい。実に非合理。一般な。決断だよ。合わせ。倒れろ。もう一度。このタコ。その抵抗は非合理的だ。ニューストーリー。ミシカ、うねって変わってく。ヴィランの個性だ。地下を形成するコンクリに入り込んで生き迷宮となってるんだ。スピード勝負、奴らも分かっているからこその時間稼ぎでしょう。先に向かってます。おい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 、空から国家権力が。不思議なこともあるもんだ。よっぽど全面戦争したいらしいな。さすがにそろそろプロの力見せつけ。プロがこの場に留まっているこの状況がもう思うつぼだ。こんな時間稼ぎ要員、俺一人で十分だ。俺なら一人で完封できる。皆さん、ミリオを頼むよ。あいつは絶対無理するから助けてやってくれ。これで居場所は分かった。ファットたちを先に行かせた俺を始めよう。ファットたちを先に行かせ、俺は3人の相手をすることになった。早く倒してみんなの元へ行かなきゃ。お前たちは逮捕される。俺に勝っても先はない。あと先なんか知ってこっちゃない。俺たちはいらぬ人間だと徹底的に打ちのめされた。そんな俺たちに価値を与えてくれた男のため、邪魔者は枯らせ。俺たちはゴミだが、ゴミなりに固い絆で結ばれているのさ。恐怖で従ってるんじゃない、洗脳に近い。食べたものの特徴を再現する俺のこの個性で、できること全てを。生きる価値を見出せなくなった人間、わかんねえだろ。そんな俺たちゴミを拾って再利用してくれる。ゴミにもプライドはあるんだぜ。期待されちまったら答えねえとな。諦めろ、俺はサンイーターだ。ファイナルラウンド、レディー。ミリオはすごいよ。いつも明るく前を向いて太陽みたいで。俺はダメだ。俺知ってるんだぜ、お前が本当はすげえ明るくて楽しいやつだってこと。だからお前の言葉で言うと、お前は太陽よりもすごいってことになる。太陽なんか霞んじまうだろうね。
やっあっさりだ。うわっ、引っ込んでろ。おとなしくしてろ。あっ、逃がせよ。死ねボケかさ。ウィン。俺は太陽すら食らうものだ。アメージング。New Stories!